今回の舞台は地獄。ある日、いちこたちの前に現れた謎の黒マントたち。その正体は地獄の住人トガビト。いちごは妹を連れ去られてしまう。黒崎いちご、我らと共に来い。力ずくで取り返す。いちごの前に立ちはだかる炎を操るトガビト、シュレ。しかしその時、謎の男黒刀が現れた。てめえらが好き放題してるのを見るのがいい。連れ去られた妹を助けるため、黒刀と共に地獄へと向かう。吠えろ。しかし圧倒的な破壊力を持つトガビトたちの前に苦戦を強いられてしまう。今、ソウルソサイティと現世を巻き込んだ壮大な戦いが幕を開ける。果たしてトガビトの野望とは一体。そしてついに驚愕の真実が明らかになる。今回、炎を操るトガビト、シュレンを演じたのは古谷徹。そろそろ私に従ったらどうだ。そしてイチゴを助ける謎のトガビト、黒刀を演じたのは中井和也。地獄の門を開けてやる。初めて描かれるブリーチの新しい世界、地獄とは一体どんな世界なのか。イチゴを待ち受ける運命とは。劇場版ブリーチ地獄編、いよいよ12月4日公開。